野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、新人およそセリーグ編、誰が見る言いにくいよ、言うかなって言いにくかったわ言いにくい、はい、まあ、ということで、ああ新人王を当てようと、当てようっていうね、シーズン前にね、はい、って言ったところで、うん、セリーグの新人王はね、はい、大勢、巨人の、うん、で、特別賞に湯浅、はい、湯浅とね、大勢どっちかなっていうね、うん、ところになったけども、はい、佐々木の予想が、はい、大勢、赤星、堀田、当たりイエイイエイイエイ、まあもうそれはしょうがないですよ、しょうがない、しょうがないけど、か佐藤さんも一人目で大勢投手選んでたんですね。そう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 、うん、すごかったよ、57試合登板、知ってますよ、ね、すごかったですよ。1勝3敗8ホールド9ホールドポイント37セーブ、うん、すごかったよ、ルーキーらしからね、ルーキーでね、であの連続セーブ記録作って、うん、やばかったね、すごかったなあの勢い、すごかったです、うん、ジャイアンツを支えたって感じですね。そうそうそう、でも大勢までつなげって、うん、大勢までつなげれないっていうところがね、うん、まあ、ジャイアンツが B クラスにね、うん、落ちちゃったところっていうところもあるし、はい、侍ジャパン入ってくんじゃないの WBC、あ、もういきなり行きますかね。いや、後ろって日本人あんまり少ないから、うん、だから湯浅とか赤星とか栗林とか、はい、やっぱ入ってくんじゃない。で、平が辞退したからね、うん、来年先発転向っていうね、あ、そうだ、まあ、ところでね、山崎康明投手とか、うん、伊勢とかね、松井投手も、うんうん、だから大勢多分入ってくるよね、確実にね。あとなんか大谷守護神プランもあるらしいからね、はい、今回楽しみですよね、うん、大谷投手も出るってだからやっぱりね、うん、2月まで怪我しないでいけるかどうかが大事だからね、うんうん、ここで怪我したら終わりだからね、はい、みんなしっかり調整してもらいたいっていうところはあるけども、うん、赤星もね、うん、最初出だし良かったのよ。そう、私も赤星投手は佐藤さん選ばないだろうなと思って言おうかなと思ってたら、うん、ね、取られたっていう形だったんですけど、まあ、リリーフもやってね、31試合登板で13先発、うん、はい、で、5勝5敗5ホールド、うん、っていうところでね、防御率 4.04、はい、だからね、こんな言い方はあれだけどね、うん、赤星はね、あのまとまってる平均型なのよ、うん、これがすごいっていうのないのよ、はい、ジャイアンツで言うとね、昔三沢さんっていう早稲田から入った人に、まあ、はい、タイプよくねって似てるなと思うけども、うん、やっぱその最初は怖いもん知らずでどんどん生きてたけども、やっぱりその怖さを知ってミスコントロールしたら危ないっていうところで狙いすぎてボール先行してちょっと自分のフォーム崩していったっていうところもあるから、このもっと突き詰めて制球力とかを上げていかないと必殺技がないからね、うん、もう万能型だから、見てての試合を作るっていう安心感あるけども、もうちょっと全体的にクオリティ上げていかなきゃいけないね。うん、バランスはいいけどね。はい、で、堀田、堀田ね、もう全員ジャイアンツだけどね、はい、まあ、でも確かにそうですね。でもジャイアンツね、今年、うん、いや、そうなんですよね、初勝利が8人ぐらいいたんだもんね。そうそう、2勝3敗防御率 6.29、はい、初登板、まあまあちょっとやっぱ体力なかったね、怪我からね復活してきたっていうところもあるしね、はい、まあ、まだ21歳だからね、うん、まだから、俺と誕生日1日しか違わへんやん。5月21日、双子座だね、5月20日までが牡牛座だからね。そうなんですか。そう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 、へえ、まあまあ未来に向けてね、うん、まあ、頑張ってほしいっていうところはあるけども、うん、ジャイアンツとしてはやっぱこの赤星、堀田、山崎伊織とかがね、はい、やっぱローテーション入ってこないとやっぱ来年も厳しくなるからね、うん、まあ、でも きっちり体勢を当ててるっていうね、はい、やっぱこの眼力、まあまあそうですね、はい、なん全然乗ってけへんやん、はい、高橋さん、はい、桐敷鵜飼、高橋宏斗、はい、なんかでもちょっといい線じゃないですか、なんか桐敷もね、序盤ね、はい、うん、やっぱあの前評判も良かったしね、そうなんですよ、入ってくる時ね、2軍で結構いい結果出してるからね、うん、今シーズンは7試合登板、3試合先発して、うん、防御率 5.02 で0勝3敗という、うんうん、あの1勝もできなかったんですよね、まあ、でもリリーフだもんね、うん、ほぼほぼね、まあ、3試合先発はしてるんですけど、うん、でも2軍では6勝1敗防御率 0.72 だから、2軍ではもそうしてるから本当、まあ、0点台だ、成長の証として来年ね、うん、はい、まあ、入ってきたよね。来年も権利ないのかな、まあ、まだ行く気まだ行く気なのなんかもう来年も狙ってやろうみたいな、はい、あるある、14イニングしか投げてないから、でも知ったからねで次、鵜飼、鵜飼もね、出だし3番とか打ったりね、うんうん、ウォーっていうところはあったけどね、はい、やっぱ続かず、ね、うん、2割6厘、ホームラン4本、でも2軍では2割9分3厘、ホームラン、高橋宏斗、はい、これ結構いい、これはいいんですよ。ね、これはめっちゃ良かったよ、赤羽さん、はい、いや、ま、可能性はなくはなかったですよ、うん、6勝7敗、うん、ね、2.47、
いやめっちゃいい成績だけど、もう残念ながら、うん、来年の権利はないけども、はい、来年大和のベストナイン行きたいぐらいだもん、ね、わー、でも本当そのぐらい評判今でもめちゃくちゃいい年でみんないますよね、うん、だからもう怪我しないでね、はい、行ってほしいね、うん、15勝ぐらいいけんちゃうかっていうな、ドラゴンズのもう一番の問題、援護してくれるか問題あるからね、新人王候補からは脱落だけど、はい、権利ないからね、うん、でも本当ベストナインあるね、うん、来年確かにありますね、全然ある全然ある、うん、15勝あるかもわかんないね、はい、これは惜しかったね、浜田さん、高橋はね、はい、でもいい線だったと思います、湯浅を入れきれてなかったところがちょっと、いや、わかんないわかんないねちょっとそこはね、湯浅投手わかんなかった、うん、あでも先生、ん、石森、山崎伊織、うん、石森、石森大成投手、中日、石森大成です、中日、中日のあの日の国サラマンダーですか、はい、ファームで 6.33 だよ、防御率、はい、ちょっと高めですね、一番は出場なしなんです、ね、17試合登板、2試合先発6.33、ちょっとこれあれやな、あれじゃん、先生が選ぶと活躍しないジンクスある、いや、そういうこと言っちゃうと本当になんかそういう風にもう選ばないで選ばないでってなっちゃうんですよあるんじゃん、その説あるね、でもあの山崎より、山崎より良かったじゃん、はい、巨人で、はい、5勝5敗、3.14、こういい感じ来てるね、はい、来季に向けて、あれじゃやっぱあれじゃん、何ですか、先生選ぶと活躍せえへんのじゃん、ちょっとそういうジンクスついちゃいますよ先生、こうやってやってるとやっぱあれじゃん、プロ見る目ないんじゃん、これ送り込むわけなんですよねいやいや、活躍するやつ送り込んでる、今年でもね、大勢がなんで活躍できたか僕知ってるんですよ、なんで、はい、これね、入寮の日、駅で一緒やったんですよ、ん、新幹線だからです、それ一緒だったから何、一緒の空気吸ったから、指定席だった、いや向こうグリーンで僕指定席でした、じゃあ一緒の空気吸って、全然一緒の空気、いやもうあの人だかりがいたんだったら、そのもしかしたらじゃあ誰かが力を発してるとしたら先生じゃなくて、その人だかりが誰かかもしれない、うん、ヤクルトの村上大選手が佐々木チャンネル見てるんだから、え、そうなんですか、うん、この前は見てますよって言って、へー、うん、でも見ていますよって言われても、俺の発言は変わんないけどね現役選手はあーなんか言われてるなとか言い過ぎじゃないかなって思ってる人いそうですけどね、でもそれでも言われたことないよ、あ、そうなんですか、うん、でもそれで見てくれるってね、ありがたいよね、そうですね、うん、ありがたい、ありがたい、うん、ね、やっぱ俺見る目あるからね、まあ今回に関してはありましたねなんかトゲあるな今回に関してはみたいな、あー10億円選手の結果発表が楽しみだな記憶にございません早く10億円のやんないかな、やりません